はいチェーントップの安土です LND、ライトニングネットワークの実装の一つである LND の GRPC インターフェースと REST インターフェースについて紹介していきたいと思います LND の GRPC と REST インターフェースなんですけど LND 自体ですね まあそのノードの操作が可能な API を提供していて、その形態がですね、一つは GRPC という形、もう一つは REST API という形で提供をしています。GRPC 使うとですね、LND のノードとですねアプリの間でまあ双方向の通信が可能になるので、いろんなこうできることの幅が広がって便利かなと思います。それぞれ各 API に対してですね、インターフェースが ウェブ上で公開されてます、まあ、例えば GRPC だとこっちですね。これを見ると、ここにそれぞれプロトファイル、GRPC のプロトファイルがリストアップされていて、それぞれのプロトファイルで利用。そうですね、これがプロトファイルですね。それに対して利用可能な API がそれぞれ詳細に定義されています。 で、まあ、REST API の方も、えー、同じですね。まあ、アクセスすると、えと、ー、この REST API の一覧が、利用可能な一覧が出てきます。で、まあ、ノードの情報とかですね、えー、まあ、チャンネルの 情報であったり、まあ、ルーティングの情報、えー、あとはまあインボイスの発行とか支払いとかですね、まあ、そういったものがこの API を介してできるようになっています。まあ、つまりこの GRPC インターフェースとか REST インターフェースを使って LND と連携することで、えーまあ、ライトニングネットワークを使ったです、ね、支払いのアプリケーションのインテグレーションを、えーまあ、簡単にすることが、開発することができますよというのが、うんえー、この gRPC、えー、と REST インターフェースの,、えーまあ、あの機能になります。で、えー、これからまあちょっと、えー、その LLD のですね、えー、API のインターフェースにどうアクセスするかっていうのを解説していきたいと思います。一、えーまあ、つあの重要な要素がマカロンですね。 でこのマカロンっていうのは、まあ、あのクライアントのアプリケーションとかが l n d に接続する際に、まあ、本当に正しいアクセス権を持ったユーザーかっていうのを認証するために使われる仕組みになります。でまあ、いわゆるあのウェブアプリとかで、ウェブブラウザを使った仕組みで、まあ、クッキーっていうのがあると思うんですけど、まあ、クッキーとです、ね、よく似たものがマカロンになります。 でえーまあ、あのクッキーみたいなもので、えーまあ、LD n 自体はです、ね、アクセスがあると、えーまあ、カロンの値がです、ねえー、リクエストヘッドに載ってくるので、まあ、それが正しい値、あ正しい鍵で,です、ね、署名されている、えー、ものかどうかっていうのを検証して、まあ、正しければ、えーまあ、そのアクセスを許可して、まあ、正しくなかったらリジェクトするよということになっていますで例えばウェブアプリケーションだと、まあえー、サーバーにログインすると、えー クッキーの中に、えーまあ、あのセッション ID みたいなものをです、ねえー、セットして、まあそのあの、次のアクセスでそのセッション ID が、えーまあ、クッキーの中に入っていれば、えーまあ、そのセッション ID で認証済みのユーザーとして扱うみたいなことをするんですけれど、えーまあ、同様にです、ねえーまあ、マカロンのあそのような扱いで、えーまあ、認証情報が扱われるという仕組みになっています。 でまあ、クッキーと同様にです、ね、このマカロンの値自体が分かってしまうと、誰でもその LND に有効なアクセスができてしまうので、まあ、クッキーと同様 TLS とかですね安全なチャンネルを介して、このマカロンの値自体は送信する必要がありますよというのが注意点です。でまあ、クッキーと違うところとして、マ、まあ、カロンの異常とか、ですねより限定したバージョンの作成も可能というのが、まあ、クッキーよりパワーアップしているところですね。 まず、LND を立ち上げると、最初に3つのマカロンファイルが作成されるようになっています。1つ目がアドミンマカロンですね。これはすべての GRPC インターフェース、REST インターフェースも含めてですね、で、読み取りと書き込みがえ与えられたマカロンファイルになります。よく LNCLI とかでは、このアドミンマカロンファイルというのが使われていますね。 で、二つ目がですね、リードオンリーマカロン。えー、これはすべての GRPC の読み取り専用のアクセス権を持つマカロンファイルです。まあ、あの、アプリケーションを監視したりするとかですね、まあ、基本的にまあ、えー、書き込み系のコマンドにアクセスしない場合には、このリードオンリーマカロンでアクセスするので十分かなと思います。で、三つ目がインボイスマカロンですね。これインボイス関連の、えー RPC の読み取り、書き込み権限が付与されたものになります。はいまあ、呼び出す,です、ね、あのインターフェース、エンドポイントによって、これらの適切なアマカロンを選択して使うということになるかなと思います。はい では実際にこのマカロンをどうやって使ってアクセスするのかというところなんですけど、えーまあ、この辺ですね、空気の,、まあの仕組みとも、えー、セッション ID の仕組みともよく似てるんですけど、まあ、リクエストヘッダーに、えー、このマカロンをです、ね、セットしてアクセスするようになります。 で、この時、まあ、セットするリクエストヘッダーのキーがですね、ここに書いてある g r p c メタデータマカロンっていうキーになって、まあ、その値としてマカロンのですね、ヘックス値を指定するようになってます。で、まあ、例えばですね、あの、コマンドラインから c ー r で、えー、まあ、これを叩く場合はどうなるかっていうと、c、えー r、えー、ヘッダーで、まあ、ヘッダーを指定します。g r p c メタデータマカロンで、えー、まあ、 ここに書いてある xxd コマンドを使ってですね、マカロンファイルのパスを指定すると、この xxd コマンド自体はですね、ファイルの中身をヘックスタンプするコマンドになるので、マカロンファイルのパスを指定すると、このマカロンファイルの内容をのヘックス値ですね、を出力してくれます。まあこういった形で えー、ヘックス値が入るので、えー、そして、まあ、最後にですねアクセスする、えー、エンドポイントの URL を書いて、えー、アクセスすれば、まああの、マカロンヘッダーがつ、ね、いた、えー、リクエストが投げられるということになります。でえーまあ、もし値が書いてなかったらです、ね、マカロンファイルが不正なのか、まあ、URL とかが不正なのかっていう、えーまあ、不正な状態と言えます。 で、えー、次にですね、まあオプションとして、えー、まあ今 HTTPS の URL を書いてますけど、えー、この時の TLS の証明書ですね、まあマクロン使う時はまあ、さっき言ったみたいに安全なチャンネルを使いましょうということなんで、基本的にはまあ、えー、HTTPS でアクセスするっていうのがまあ前提にはなるんですけれど、 その場合の TLS の証明書ですね、が一般に検証可能な証明書、レッツエンクリプトでもいいですし、そういった正規の証明書であれば、そのままこのコマンドで実行できるんですけれど、オレオレ証明書とかの場合ですね、例えば僕もローカルでラズベリーパイにアンブレル入れて、ノードを起動していますが、その場合って、 あの、オレオレ証明書が自動的に作られているんですね。あの、ライトニング、LND の、えー、ディレクトリーのところに。なので、えー、そういう場合は、えー、オレオレ証明書を使った、えーまあ、インターフェースが公開されるようになるので、えー、その場合は、この CASART オプションでですね、えー、LND のその t l s a r t ファイルのパスを指定する必要があります。まあ、ハイフン、ハイフ CASART、 そのパスですね。を指定してあげると、まあ、その証明書を使ったアクセスが可能になりますよ。はい。ということで、えーまあ、最後ですね、GRPC インターフェースの、えーまあ、使い方ということで、えー、まあ、あのー、 LND が公開しているエンドポイントの RPC のですね、定義っていうのは、Lightning LND の GitHub のリポジトリの中にですね、GRPC のプロトファイルがそれぞれ定義されているので、それを各言語用で、各言語用にですね、コンパイルすれば、各言語で使えるコードが、タブコードが生成されるので、それを使って利用することができるようになりますよ。 まこれ LND のリポジトリですね。になると、えー、っと、プロト、こんな感じで、ライトニングプロトファイルというのがあるので、まあ、こういったのをコンパイルする形ですね。で、まあ、これ、プロトファイルって何個かあって、まあ、この階層、えー、下の階層にもあるので、まあ、それぞれ必要なプロトファイルをコンパイルする必要があるかなと思います。 でまあ、中にはです、ね、もう各あのプログラミング言語用にです、ねまあ、ライブラリとしてこのコンパイルされたコードを一緒に、えー、提供している、えー、ケースもあります。まあ、例えばあの Ruby だと、ね、LNRPC というジェムが、まあ、こういったコンパイル済みのコードも、えー、セットで提供、えー、してくれています。 でまあ、そういうジェムを使うとですね、さっきほどのあった、まああの LLRPC でクライアントを生成するときに、まあ、あの先ほどの、T、オレオレ証明書の TLS のパスと、あとまあ利用するマカロンのパスと、えー、アドレスですね、l d が取っているホストとポートを指定して、えーまあ、あとは まあ、あのクライアント作ったら、まあ、それに対して、えー、ルーターの、えー、サブスクライブ HTLC イベントっていうのを、えー、エンドポイントを叩くと、えーまあ、LND に送られてきた HTLC のイベントっていうのを、えーまあ、それぞれ、まあ、LND に届くごとにです、ね、あのサブスクライブしてるのでこちらのプログラムの方に、まあえー、LND から通信が来るというような形で、えーまあ、あのロジックをです、ね、組んでいくことができます。 で、まああの、このサブスクライブ HTLC イベント以外にもですね、さまざ、あえー、まな、あ、チャンネルの情報を返したり、インボイスで発行したり、あと、まあ、あのペイメントを実行したりっていう、い、ま、ろ、あ、んなインターフェースがあるので、まあ、それらをいろいろですね、組み合わせて活用することで、えー、ライトニングアプリですね、ラップスの開発っていうのが、えー、簡単にで、ま、き、あ、るようになってますと。 というので、えー、私もですね、LND の,の、えー、HTLC のイベントです、ね、をキャプチャーするツールというのを実際に、まあ、この、えー、g r p g インターフェースを使って,って作ってみました。でまああの アンブレルとか使ってると、えーまあ、HTLC のですね、成功の情報っていうのは、えー、見れてくるんですけれど、えーまあ、ただあの失敗の情報とかがですね、なかなかうまく見づらいので、えーまあ、先ほどの HTLC のイベントをですね、えーまあ、キャプチャーするように、えーまあ、LND と連携して、えーまあ、流れてきた HTLC のイベントをですね、まあ、あのデータベースにこうダーと蓄積していくような ものを、まあ、CLI で,です、ね、実行できるようにしたり、また、そうやって蓄積された情報を、ね、CLI でクエリかけられるようにするという、まあ、簡単な LND のツールを作ったりしています。 でまあ、こういった形でですね、本当に簡単にあの l n d 連携したアプリケーションが作ることができるので、まあ、ライトニングアプリとかですね、またあのツール含めてですね、えー、いろいろ作ってみると面白いんじゃないかなと思います。はい、今日はそんなに、えー、長くなかったですけど、以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。